ホタルの光は、ヒ浦ラサトルによる日本の漫画作品、及び、それを原作とした連続テレビドラマ。女性漫画雑誌、キスにて、2004年ナンバーワン6から2009年、ナンバーワン3まで連載された。単行本は、全15巻。続編として、キス2014年3月号から2017年7月号まで、ホタルの光 SP が連載され、 キス2017年12月号から2021年6月号までホタルの光ベビーが連載された。20代の人生を恋愛を半ば放棄していくるたらに過ごす。作中ではひもの女と呼ばれている主人公の恋愛を描く。主人公の性格、生活スタイルなどに共感できる部分がある女性たちの間に高い人気を誇った。2020年4月時点で 累計発行部数は450万部を突破している。2020年3月に放送された、ア兄パラあなたのヒーローは誰ですか第9弾に、ホタルと聖一が登場している。SW ビルドのインテリア事業部に勤める OL、天宮ボタルは、会社では、有能な仕事ぶりを見せる、まともな OL だが、恋愛には無関心で、家で、ゴロゴロとしているのが大好きな紐の女だった。しかし、 ある日、部長の高野誠一が引っ越してきて、不本意ながらも同居する羽目になる。一方で、ロンドン研修に行っていた、新進気鋭のインテリアデザイナー、手島誠が帰国、彼に次第に惹かれて5年ぶりに恋愛を始めることになる。久しぶりの恋愛に戸惑うホタルの恋は、果たしてうまくいくのか日浦悟キス編集部、ホタルの光オフィシャルガイドブックヒモノの、 恋愛図鑑2007年7月11日から9月12日まで、毎週水曜日22時22時54分に、日本テレビ系の水曜ドラマ枠で放送された。主演は、綾瀬はるか。続編の、ホタルの光には、2010年7月7日から9月15日まで、毎週水曜日22時22時54分に、日本テレビ系の水曜ドラマ枠で放送された。 2012年6月9日には、ホタルの光にのその後を描いた映画ホタルの光が公開された。SW ビルドコーポレーションインテリア事業部第1、企画部その他、ゲストホタルの光ホタルの光にホタルの光ホタルの光,ホタルの光に毎回放送終了後に公式ホームページで同番組のスピンオフミニドラマを配信。タイトルは、メンズホタルの光。 映画ホタルの光は2012年6月9日から東方系で公開のテレビドラマホタルの光にのその後を描く劇場作品。主演はテレビドラマに引き続きの綾瀬はるか。監督の吉野洋はこれが初の映画監督作となる。テレビドラマからの映画化が決定されており、ホタルと高野が新婚旅行で訪れたローマが舞台となっている。 全国316スクリーンで公開され、2012年6月9、10日の初日2日間で、公衆3億1、365万750円、動員24万2821人になり、映画観客動員ランキングで、初登場第1位となっている。2017年10月6日、金曜ロードショーで放送。二千十二年、ホタルと高野部長は結婚。 相変わらず、家では自堕落なホタルに呆れる部長だが、ホタルがナポリタンを食べたいというので、二人は新婚旅行としてイタリアへ行くことにする。しかし、半年が経ってもホタルは一向に準備をする気配がない。そんなホタルを見かね、高野部長は、ホタルがその気になるまで何年でも待つと言い、イタリアへは数と仕事で出張することにする。その頃、ホタルは、 会社の同僚の幸子とにつきから、イタリアへの新婚旅行は、部長の夢だと聞かされる。別席だが、アリタリア航空のビジネスシート。ローマで自分そっくりの、紐の女、佐伯リオに出会う。マフィアの誘拐事件が報道され、トランクを開けると覚醒剤らしい白い粉。同席だった弟、優がトランクを間違えたと言って再会。姉はこんな人じゃなかったという。 さらに部長が誘拐される。警察に頼ると危険だという。トランクのウェディングドレスで涙。誘拐は嘘でちびたにいるというので、ドレスを汚くしながら走りまくる。部長はなくした妻そっくりだという男のために踊っていたのだ。覚醒剤も白玉子で姉に白玉団子を作ってもらうためだという。事故で亡くしたという、リーオーの家族の写真を雨の中、池から探す。 おかげで人生を捨てていたリーオーが立ち直る。ホタルはスペイン広場で相変わらずゴロゴロ再生したリーオーにホタルの光が舞う。帰国直前結婚式を思い出し途中にあった教会二人きりで挙式する。2013年11月29日よりスマートフォン向けのエンタメアプリユラにて漫画に音声や特殊効果を加えた動画が配信されている。 全36話予定。ホタルの光が帰還。新シリーズがキスでスタート。コミックナタリー。https コロンスラッシュスラッシュナタリーュースラッシュコミックスラッシュニューススラッシュ1 0 8 4 9 5 2 0に1年4月24日閲覧。日浦悟るホタルの光 SP がキスで完結。12月号から続編も決定。コミックナタリー。 h t t p s n a t a ス i ッシュ c o m i c n e w s 2 3 4 0 5 1 2 0 2 1年4月24日閲覧。紐の女がママになって帰ってきたホタルの光続編磯谷ゆきの新連載もコミックナタリー。 https://nataly.new スラッシュコミックスラッシュニューススラッシュ2541372021年4月24日閲覧。コミックス、ホタルの光ベビー第4艦隊の表記より、アニパラ第9弾は、日浦悟ルボッチャ、ホタルの光のホタルと、聖一も登場。コミックナタリー。 https コロンスラ,スラッシュスラッシュナタリードットミュースラッシュコミックスラッシュニューススラッシュ3697292021年4月24日閲覧初回は10分拡大最終回は15分拡大初回と最終回は15分拡大2012年興行収入10億円以上番組日本映画制作者連盟ホタルの光女性からの圧倒的支持で初登場トップ テルマエロ前は、公開のなしゅで、ベスト3キープ。シネマトゥデイ2012年6月12日。セントポールズウィズインザウォールズ協会。ホタルの光、沢城美ゆき演じる、ムービーコミック配信。コミックナタリー。2016年3月27日閲覧。ホタルの光にに関するカテゴリー。映画ホタルの光に関するカテゴリー。ありがとうございます。